はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。コンバットヘブン実況プレイパート34ですね。さあ、まあ前回もう惜しいとこまで行ったんですけど、さすがにちょっと悔しいので、まあ1日1個撮影するって言ってながらもう1回やりたいと思います。やっぱネックなのがグリフォンなんだよな。おーっと、危なくかわしたの、危ないところでかわしたな。てか平然とバズーカーたちとは、おーっと、いい、怖えな、本当に怖すぎんだけど。ピアス、ピアス当たってね、当たってない。おーっと、来るよ来るよ。わあ、さすがに今のは無理だろう。え、なんかさっきよりも悪い気がしてきた。やっぱ撮影するんじゃなかったかな。さっきより成績悪いんだな。だってさっきはライバル戦あんまりだ、もう分かりました、もう調子乗るのはやめますわ。緊張感がないのかな、こういうのって。決定か、もっと土、切り、よし、第2セットだけど体力結構半分以下いってるよ今。虎を狙うけど、ちょっとさすがに無効だな。サリを先に倒せてもなきにしもあらずなんだけどな。当たり次第行くのやっぱりいいのかな、わかんない。おお、プロペラが怖い。アーチだけ、アーチだけ、いい、離れてこいつを先に狙うってのもありちゃありなんだけど、だだだ、やだやだ、おーおー、怖いな、地味だが痛い攻撃。どっちだよ、え、どこどこ、ちょっと待って、動きからする、こいつが読みだな、まずは一体ぐらいだけどうしよう。これも読みだよね、あれどこ来た、ん、あ、こっちか、え、ちょっと動きが吹きすぎてわかんないんだけど、こいつを倒すでしょ。お、いやー怖い怖い、つって、あー、ちょっと冷やす反動があるから、そういう意味ではちょっと難しいかな、これ。もう一個で狙うって、あー、第3セットもなんとかクリアしたけど、第4セットだな、ライバルがいるかな。おお、さすが地味に脅威だ。で、ユニコーンの方で引くでしょう。こういうパターンが一番嫌だ。オッケー、レンジャーが来たから無理しないね。
崩れてる。こっちか。てか、ライバルがいるからちょっとやりにくいな。ここ、ちょっと動いた。倒した。ネクストライバル。いい加減腕を上げないと、もういつになったらクリアできるのが嫌だって話にはなってくるから。ダッシュできない。どうしよう。機動力が鈍すぎる。シルバーファングで挑みたいけど、シルバーファングはない人向けに実況としてはちょうどいいんじゃないかなって思ってたりはしますけど、ファングなしでやるとこんなにグダグダになるんだよみたいな、っていうか意味わかんないけど、今一体倒した。おお、変なとこ行かないでよ。やっぱライバルは近づきすぎないのが鉄則。本当に適度に間合いを取りつつ、ラスト何やかんやラストやっちゃったな。無理かもしれないと思ってたけど、うっそー、ダメかー。あー、しょうがないなー。じゃあ今回はここで切りましょう。はい、じゃあこの後デッドリレースの収録やります。てかコンバットヘブンの実況これで7個溜まってるんでね、今まだ編集終わってないのが7個になりますね。はい、じゃあそんなわけで今回はここで おしまいです。コンバットヘブンの実況プレイパート34はここまでになります。いつになったら終わるのかな。はい、ではご視聴ありがとうございました。